よし、願いも実体化しているようだな。気合い入れ。ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンス・オブ・ナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うと、あいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我の、我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚に上げてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ご託はいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと。なんだと。そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぞ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。何言ってんだあいつ。
新たな設定が加わったか。とにかくあの剣は有効のようだ。見たよ。ダメ。とりあえずもっとぶつけとく。おのれ。神の祝福を受けているのか。売れないね、魔王様。ともあれ、祝福属性が弱点みたいだぞ。駆け上がったぞ。この上ない傑作が。今いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。まだ。これでどう？アンサー華麗に繋げたな。いってもらう。無駄な人間ども、その姿をとくと見よう。我こそは竜の血を引くプリンスオブナイトメア。貴様ら人間ごときに倒せる存在ではない。我の軍門に下れ。そうすれば命だけは助けてやる。あんたに手下になるなんてお断りだったの。それに魔王は勇者に倒されるって相場が決まってんだよ。これを、これだ、これだな。お春哀れな魔王、夏目アンド、貴様は俺たちが倒す。愚かな人間どもよ、せめて安らかにあの世に送ってやろう。一歩する。今いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。すごいなジョーカー。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。あいつやっていい。ナイスジョーカー、弱点にヒット。さすがは怪盗団のリーダーだ。サポート届け。リリースするぞ。ありがとうナビ。倒れろ。ソフィーの体力、注意してあげて。はっ、せや。格上だし、特殊を。我は紡ぐ伝説の魔王の物語を。オッケー、レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。シルキー、くらえ。さすがはリーダーだ。一歩する。なんか飛ばしてきた。尻尾の先が変になってる。これだ。よか。気をつけて。インクでこっちの視界を潰す。バカな。強敵だな。これで終わらせる。気合い入れていけ。こんなの違う。なんだと。
差異なき者だ。その言葉そっくりそのままお前に返そう。才能がないと言うのか。他者の言葉を横取りしたまがい者のどこ才能を見出せ。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。クソクソクソ、貴様も同じだ。俺を否定した俺を編集者と思った。おごり高ぶったその愚かさ思い知らせてやれ。来い。アイスジョーカー弱点にヒット。さすがだジョーカー。行くぜ。ジョーカー体力大丈夫か。それ我が力を見よ。こいつ強いぞ。やっていい。氷結で弱点をつくんだ。なんという魅力。これが魔王の本気か。直撃は何としても避けろ。スカル延長中。下手に動くと体力が。倒れろ。火炎効かないし、こいつは強敵だ。慎重に行け。それアンガサビードアップ。ナイスだナビ。ヘリスだ。見事だ。なんか力が抜けた。うわ、強化が解除されちゃったぞ。ヘッドだ。俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。こいつ手強い。気をつけろ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。仰ぎ見よう。うまいぞジョーカー。ナイスだ。さすがはリーダーだ。あいつやっていいか。せよ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。これだな。ソフィーが戦場を離脱。誰か回復できないか。いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。これだ。あいつは任せてくれ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。運動見事だ。行くぞ。蹴りそろ。電撃が効かない相手だ。しかも強い。注意しろ。仰ぎ見よ。サポート届け。いい感じだ。この調子でいけ。はっ、終わりだ。真を見せてやる。決める。我は攻め軍時期の矢。伝説の魔王の物語よ。シルキー食らえ。それ助かった。我の執筆を妨げるとは許されん大罪だぞ。ふん、お前の思い通りにさせるかよ。ヘッドだ。俺に触れんじゃない。その体すらめっきり僕のものと文字通り化けの皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。うまいぞジョーカー。ナイスだジョーカー。さすが。我が力を見よ。ヘリソロ次につなごう。ジョーカーの追撃がヒット。我は紡ぐ伝説の魔王の物語よ。ヘリスロ行くぞ。頼む。俺の出番だ。キャプテンキャプテン。
敵、疲れてるぞ。これだな、それ一気に畳みかけろ。こいつ強いぞ。氷結で弱点を作った。ヘルスだ、行くぞ。ナイスジョーカー。我の魔王が破れるというのか。新技習得、早く試してみたい。終わりだぜ魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。あれが本体なの？みたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が、まだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当に、お前、本当のお前は何のために、何を欲して。俺は、俺、クソ、クソが、俺だってだ、俺だって頑張ったんだ。読んで、寝る間も惜しんで読んで、書いて、死ぬ気で書き続けた。なのに、俺が、そうやって必死に書き上げた小説は、夏目漱溟の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を。どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄、諦めず何度でも作品を生み出せる。それをかつてお前は確かに戦い続けたから、また一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソガキが。けど、ああ、いらんね。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書い。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほ
カだな。俺は、俺が、俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。